どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日もこのちっちゃくて薄い G ラボの薄レレを使いましていろいろな曲に挑戦してみようと思います。さあ皆さん音楽始めましょう。今回のテーマソングはドーン、米津玄師さんの Loser。 こちらの米津玄師さんの2016年にリリースされた、もう中身が濃いんですよ。ギュッとこう中身が濃縮された名曲取り上げてまいりたいと思います。実はですね、この曲一回過去に2、3年前に一回ガズレレ YouTube チャンネルで取り上げているいたんですけど、今ちょっと見直してみますとですね、いやここはちょっとっていうところ結構出てきまして、今回2021年バージョンでさらに分かりやすく、さらにかっこよく、さらに簡単になって、もう一回やってみようと思います。はい。いつものように2バージョンです。最初のバージョンは、初心者さん向け超シンプル簡単バージョンをゆっくりやります。これね、この曲ちょっとね、途中で転調があってですね、見たことないコードが結構出てくるんですけど、そこはガズレレですから、初心者の方でも抑えやすいように、コードをアレンジしております。見たことないけども、安心してください。弾けるようになりますよ。はい。そして後半はですね、かっこいいバージョンなんですけど、こっちがもうリズムがもう、悶絶難しいんですけど、やりがいあるパターンです。独特のリズム。16ビートのキレッキレで、しかもテンポもかなり速いんですよね、原曲から。まあ、その勢いもね、なんとかこのちっちゃいウクレレ1本でどうやって表現しようかということで、キレのあるリズムでやってみようと思います。2バージョン、最後までぜひともご覧になってください。さあ皆さん音楽始めましょう。音楽って聴くのも最高だけど、やる方がもっと最高。今ご覧くださっているガズレレ YouTube チャンネルではですね、今まで音楽やったことないけど私にできるかしらとか、前にね、楽器チャレンジしたんだけど、もう挫折しましたみたいな方が、あっという間にウクレレ弾いて歌う弾き語りができるプログラムがございまして、もうこれがもう全世界中でもうめちゃくちゃシェアされております。チャンネル登録の方も15万人超えていただいて、本当に誰でも簡単にすぐできるということでやっております。ぜひ皆さんも始めていきましょう。もうちょっとしたらそのプログラムのリンクをここに貼り付けておきます。このリンク先に行ってもらって、上から順番に YouTube 動画見ながらウクレレ触ってるだけであっという間ですからね。これね、YouTube 動画ですから無料ですからね。まずは始めていきましょう。じゃあここからですよ、リンク貼ります。いってらっしゃい、クリック。いってらっしゃい。そこには今までガズが取りためてきて、この世の中にあるありとあらゆる音楽ジャンルの曲が、このちっちゃいウクレレ一本でめちゃ簡単に弾けるようにしているレッスン動画、すでに1500曲、課題曲も1600曲以上もアップロードされておりますから、皆さんの好きな曲もあると思います。どんどんこれから聴くからやるに変えていきましょう。それでは、ちょっと見慣れないコード出てきてもおりますけど、後でコードの押さえ方もしっかり解説していきます。まずは初心者さん向けシンプル簡単バージョン、米津玄師さんのルーザー、やってみます。ワン、ツー、3、4、5、一人こんな日にはもはやくぼり、もうどこへも行けやしないのに、夢見ておやすみ。いつでも僕らはこんな風に、僕らのようにあきあき、また踊りを取り出す明日に出会うためにさよなら。歩き回ってやっと着いた、ここはどうだろう、公園か今となっても知らない。試合の結果出た青い顔のスーパースターが、これかすかしてもなって I'm a loser、 どうせだったら遠吠えだっていいだろう。もう一回来るぜ、僕らの声。 I'm a loser、 ずっと前から聞覚えてた。いつかポケットに隠した声が、パパパパパパ、愛されたいならそう言おうぜ、パパパパパ、思ってるだけじゃ伝わらないね、パパパパパ、永遠の出張もそっぽ向いて、パパパ遠く向こうの方へ、パパパパパパ、ここいらで一つ踊ってみようぜ、パパパパパパ、夜が明けるまで転がってこうぜ、パパパパパパ、聞こえてるなら声出して。
していこうぜ。あるじゃどうせだったら遠吠えだっていいだろう。もう一回もう一回どうせ僕らの声。 I'm a loser ずっと前から聞こえてた。いつかポケットに隠した声が。せーの、米津玄師さんの Loser、 ガズレレ流シンプル簡単バージョンをゆっくりとやってみました。いかがだったでしょうか。この曲すごい歌のメロディーラインとかもうすごく不思議なんですよね。でサビで転調してるんでちょっと乱れないコード出てきたと思うんですけど、これガズレレがもうめちゃくちゃわかりやすく簡単に簡単コードに置き換えてアレンジしてますんで、まずこれ思いっきりやってみてください。もちろんこれガズレレオリジナルショートカットアレンジバージョンになっておりますんで、フルコーラスでやってみたい方、1番のコード進行を書いて、これ2番の歌詞を書き込むと結構できちゃったりするんで、フルコーラスでやってみたいなという方は自分で楽譜を書き出すのをぜひやってみてください。はい、そしてまずはですね、皆さん、今のシンプル簡単バージョン、ガズレレ YouTube 動画に合わせて、練習してみてください。一緒にできるようになったら、もうまずそれがもう最初のゴールですからね。この曲ね、歌のメロディーとタイミングかなり難しいですから、特にこの歌の始まった A メロのいつも通りの通り通りこんな日にも早く通り、この言葉のねタイミング、もう歌ってみたらわかりますけど、なかなかこれもうね一文字間違えたらもう全然もうあらあらあらってバタバタくって崩れちゃう感じなんで、これリズムをね歌でしっかりこう構築していかないと、ということでしっかり聞いてもう頭の中ですごく曲を思いなんていうのも浸透させてからねやるっていうような感じになると思うんですけど、まずひとまずね、シンプル簡単バージョンに合わせてみてください。合わせられるようになった方おめでとうございます。そこまで来たらこの曲は特にすごいですからね。はい、したらね次のステップ行きましょう。次はですね、今度はガズレレ YouTube に合わせるんじゃなくて、このご自身一人だけで歌って演奏してみる、これをやってみてください。一人だけでメロディーと歌詞を歌ってリズムを刻んでビートを生み出して、つまり音楽を生み出す。これが気持ちがいいんですよ。その時まず最初のうちはですね、やっぱり楽譜が必要だと思います。楽譜を見て演奏してみる。はい。これにやっていきましょう。じゃあ楽譜ってどこにあるんだろうってことになると思うんですけど、安心してください。はい。今ガズはですね、この自分で書いたノート、これを見ながら演奏していきました。はい、もうちょっとしたらこんな感じで写して、書いて、みんなもこんな風に書いたらいかがですかというふうに、シェアしようと思うんですけど、めちゃ今いいサービス始まってます。これです。ドン。ガズクラブ。このガズクラブって一体何かというと、毎月660円のクラブ活動費を頂戴しまして、今日のルーザーを含む、ガズが今まで書いて書きまくってきた、もう膨大なね、もう山のようなね、楽譜のストックがあるんですよ。それをですね、毎月5曲、お手元に楽譜のデータとしてダウンロードしていただいて、もうすぐに練習に入っていけるぞ、という、画期的なサービスなんです。で、このガズクラブなんですけど、楽譜のダウンロードだけじゃなくて他にも山ほどいろいろあります。最新情報としてはガズクラブメンバーだけが、めちゃくちゃ便利に利用できるアプリがあります。このアプリがあるんですよ。会員メンバーのすごいですよね。あとはですね、毎月2回行われている、ガズクラブメンバー限定のオンラインライブ配信、これがもう世界中からの参加でテーマ曲が毎回決まっててめちゃくちゃ盛り上がります。もう汗だくだくでもうわーって、ね、オンラインでこんなに楽しいんだって感じです。次回の日程はこちらになっております。これ皆さんガズクラブのメンバーになってこのイベント参加してください。毎月2回です。あとね、ちょっとガズクラブとはちょっと違うんですけど、ガズレレ大学っていうのもやってるんですよ。こちらは、YouTube のメンバーシッププログラムっていうのをやってまして、この今 YouTube 見てるここにメンバーになるというボタンがね、パソコンで見てる方あると思うんですけど、ここでですね毎週2回ライブ配信をしながらウクレレのリズム練習、基本リズム練習もなんか千本ノックみたいなやつですねとか、面白いリズム構成とか、結構このお勉強です。大学ってついてるぐらいですから、このガズレレ大学は結構ねこう真面目ですよ。真面目はトレーニングです。はい、だから、ガズクラブとガズレレ大学ちょっと分かりづらいんですけど、ガズクラブは楽譜を5曲ダウンロードできたり、もうわちゃわちゃやるなんかこう一つの街みたいなイメージですね。ガズレレ大学はちょっとアカデミックにお勉強の場所になってますね。キャンパスライフみたいなね、まあこれ面白い。2つのこの活動してますんで、ぜひご参考にして、ちょっと概要欄にこの2つの詳しいこと書いてありますんでご覧になってください。それとあともう1個最新情報なんですけど、ガズラジといってガズが朝7時半から毎朝ラジオ放送を配信してます。スタンド FM というところで、ラジオ配信してばどなたでも無料でいつでもどこでも聞けて、アーカイブも聞けるようになってますんで、この辺のことも概要欄に書いておきますんでチェックしておいてください。はい、それではですね、楽譜を見てまいりましょう。2021年改訂版のルーザー、米津玄師さん
ね。イントロこんな感じです。Am、これをかける2なんで2回ここ繰り返してもらって、ここはですね、メロディーだけちょっと口で言って、まあ、ここ下にカッティングって書いてあるんですけど、この2ブロック分メロディーだけをちょっとリズムを入れて、そしてここから歌に入っていくということなんですけど、ちょっとこれ見てもらって、この1ブロックだけ最初止まるんですけど、まあ、さっきも言ったけど、この歌詞のぎゅうぎゅう詰めの加減がやばいでしょ。はい。これ、上に点が書いてある。この点がガイドになります。いつも通り、通り、通り、なな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 、そのタイミングをこの黒い点で、こういう感じでね、リズムを測っていかないとね、これはね、きっちりとこの小説の中に入ってくれないんで、はい。これがキーポイントになるところでございます。はい。それでは、こうやって映していきます。一時停止してメモってください。それか、デモ演奏内の動画を一時停止して、書いてもらってもいいと思いますし、先ほど紹介させてもらったガズクラブの、入っていただくとですね、この楽譜そのものがお手元にダウンロードできますので、それも有効活用してください。どちらにせよ楽譜を用意していきましょう。はい。これを見て練習していくということですね。あ、なかなかこれ言葉詰まってますからね。はい。で、ここ見てもらうと、こう、キメ。後半のかっこいいバージョンでは、下にぐるっと書いて囲ってるやつは、キメが入るよということで、こんな風に表現してます。はい。ここがサビですね。こんな感じね。ここがサビ。はい。で、ここが不思議なところ。パッ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 。ここら辺のこの言葉の言い回しとかもなかなかね、メロディーも微妙に違ったりして、このね、ブリッジパートというところは、なかなかここが奥が深いんですけど、で最後ここ行って、またサビを繰り返す。はい。で、ここ戻って、はい、やって終わり、A で終わりました。というのは今のガズレレアレンジバージョンでございました。と。それじゃあちょっとコードを見ていきましょう。今日出てくるコードこれだけあるんですけど、このね、赤く囲ってるところが、ちょっと見慣れないコードですけど、今回はこういうコードがシンプル簡単バージョンから出てきちゃうってことなんですけど、ちょっとひとまず段取りとして、この赤く囲ってるところはちょっと一回隠させてもらって、今映ってるこの7個のコード、このコードはですね、ひとまず入門コードのグループなんで先に紹介させてください。Am と C と F、Dm、G7、E7、Em7、これは安心の入門コードです。これです。ドン。ガズレレ必須コード。これはですね、ウクレレ始めた方に一番最初に覚えてもらいたい10個の入門コードのグループ。これ、まず覚えてもらいたいんですよ。今日その中から、まあ、今ここで言うと7個出てくるわけですけど、これはね、10個もあるのかと思うかもしれないんですけど、入門コードなんで1個ずつ見たらめちゃくちゃ簡単。だけど10個いっぺんに覚えようと思ったら頭がごちゃごちゃになって混乱しちゃうんで、私がめちゃくちゃわかりやすく頭にスイスイ覚えられちゃう動画撮ってます。ここにリンク貼っておきますので、まずこれ、10個、先行で覚えちゃってください。10個もあると思うけど、これ簡単ですから、まず、覚えちゃいましょう。今日その中で7個ね。じゃあ今日特別に出て、普段そこになかなか出てこないコードをちょっとこれからシェアしていこうと思うんですけど、まあ、ここに出していこう。はい。まず最初1個目。F シャープマイナーというコードがあります。これはね、F シャープマイナーとか言われるとすごく、なんでそれ難しそうと思うかもしれないんですけど、安心してください。まず、入門コードのうちの一つのコードを押さえていきましょう。G7 というコード皆さん知ってるでしょ？入門コード。こことこことここ。これいつも出てくる入門コードなんですけど、この形のまま、1段全部上に持ってくるだけです。それで考えたら簡単じゃない？つまり押さえましょう。こことこことここになります。はい。G7 を押さえて、そのまま1段上に持ってくる。これが覚えるキーポイントです。これが、F シャープマイナーですね。はい。じゃあ次のコード。これも簡単です。A のサス4。このコードの響きは結構いいですよ。まず A マイナーのところ、ここと、もう一個、ここです。A マイナーのところとその真下を押さえ、だから2個押さえればいいだけです。こことここですね。これが A サス4です。これ。この響きが結構今回のルーザーのキーポイントになる。前のね、アレンジの時はこのコードじゃなくて D というコードを使ってますけど、D よりこっちの方が響きもちょっと透明感があって、さらに簡単なんで、A サス4でいってみようと思います。あともう一個これ。はい。ちょっと似たような感じですけど、A というコードが出てきます。これはね、A7 と Am を同時に押さえるって考えると楽で、こことここの2個ですね。だから A でしょ。で、A サス4でしょ。で、Am でしょ。A7。こんな関係性になります。はい。今日このだから3つのコード、F シャープマイナー、A サス4、A で、簡単バージョンからちょっと出てきちゃったんですけど、でもこれ、今見てもらったらわかるけど、簡単でしょ？この名前でね、わーってなっちゃうかもしれないけど、安心して、ゆっくりじっくり取り組んでいきましょう。じゃあ、ここから、かっこいいバージョンの解説に入っていく前にですね、この曲こそ、4つ弾きでまず、ゆっくりでいいんで、歌。この曲は4つ弾きでも難しいですよ。とにかくやっぱり出だしからして難しいです。A メロの始まりからいきなりガツンとこう言葉の応酬なんでね。やってみましょうか。1,2,3,4 いつも通りの通り通り、こんな日にはもう早く降り、もうどこにも行きやしないのに夢見てよ。もう息する暇もないですからね。このブレスっていうんですけど、息を吸い込むの。そのブレスのとこも最初に確認しといた方がいいぐらいに、言葉がもうギュウギュウ詰めに詰まってるんで、そのタイミング。一文字ずれたらもうグダグダグダってなっちゃうから。
まあ、もうこれ聞き込んで、ゆっくりでいいんで、まず4つ弾きで練習してから、かっこいいバージョンの練習入ってるのをおすすめいたします。はい。あ、じゃあ、かっこいいバージョンの解説に入っていきましょう。かっこいいバージョンはね、コードはね、さっき出てきたコード全部これ収まります。つまり、リズムだけですね。リズムがこれがなかなか今日はなかなか強烈でございます。今日出てくるリズムをざっと紹介しますと、こんな感じでドン。16ビートと16ビートのちゃんとカッティングですね。この感じがちょっと出てくるということなんですけど、16ビートのチャっていうのをちょっとやってみると、ダンデクチャカチャチャスチャス。こういう風にスタンダードな16ビートのチャっていうのも出てくるんですけど、今日はカッティングを混ぜたスペシャルフレーズが結構メインになります。ちなみに B メロとかサビは一応通常の16ビートです。あ、決まってや、どちょいや、ここはどうだら、こないか。こんな感じですね。ジャンだか、チャカタカ、タンだか、チャカタカ。ちょっと疾走感がたっぷりな感じの16ビートのチャです。で、サビも、I'm a loser, どうせだか、どうなっていいだろう。ダンだか、チャカタカ、タンだか、チャカタカ、タンだか、チャカタカ。16ビートのチャだけど、ファンキーでグルービーなっていうのとはちょっと違くて、もうロックっぽいストレートな、ダンだか、タカチカ、タンだか、チャカタカ、タンだか、チャカタカ、タンだか、こう前のめりな感じの16ビートのチャっていう風に覚えておいてください。こう16ビートのチャちょっと難しいんですけどね。あと16ビート、ただの16ビートもブリッジパートの後半で、タッ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 タって出てくるんですけど、あ、ちょっとその前にリズム、今出てるリズムの弾き方の解説動画をシェアしましょう。ここにリンク貼っておきます。このリンク先はウクレレでできる、リズムのいろいろというガゼレレホームページの1枚で、それぞれの弾き方の濃厚解説レッスン動画がそこにアップロードされておりますんで、ちょっとゆっくりやってみてください。16ビートっていうのは基本的には難しいレベル、難しいんですよ、この弾き方ね。まずは8ビートからは、こうやってだんだんこうレベルアップしてくるということなんですけど、その動画内でも言ってますけど、もし初めてやる方は基本8ビートから積み上げてくる方がいいと思います。で、ちょっと長い道のりですけど、じっくり取り組んでみてください。それではですね、こう全体の曲の流れで解説しようと思うんですけど、いきなりイントロから、今日一番のキーポイントになる、さっきもちょっと言いかけたけど、16ビートのちゃんとカッティングのフレーズが入ってきます。ちょっとデモ演奏してみます。ワン、ツー、スリー、フォー。テッ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 
からね、16ビートを普通の16ビートのチャでこの A メロ歌うのも難しいのに、そのカッティングということで、まあじっくりじっくり時間かけて取り組んでいきましょう。はい。そして B メロからサビにかけた、まあ、あの疾走感満載の16ビートのチャです。さっきも言ったけど、待て待てよ、僕はどうだな、これ。この辺気持ちよくスカートの突き抜ける感じでサビまでバーッと行ってみようと思います。で、ブリッジパートのところ前半は、パッ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 パって伸ばしていくんですけど、ブリッジパートの後半になったところで、16ビートの、あの弾き方に変わるんですけど、それもちょっとアクセントが普段と違って、ターとこ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 、頭にアクセントがつくやり方のかっこいいなと思ったんで、ちょっとやってみると、それじゃあね、パッ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 の前半の部分の一番最後のところ、パッパッパッパ、天国は遠く向こうの方へからやってみましょう。ワン、ツー、スリー、フォー。パッ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 パ。天国は遠く向こうの方へ。パッ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 パ。声らで一つ踊ってみようぜ。タンとこ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 タン。こんな感じの16ビート。普通の16ビートってジャン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 だけど、ここではタートコ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 タ。これシンプルですよ。タチャカ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 。頭にアクセントが来る16ビートということで、チャも入らないです。そこをやって、次のプアバースに行くということですね。あ、そうだ、B メロからサビにかけて1箇所ものすごい重要な決めがあります。これはですね、今の、ブリッジパートの一番最後に全く同じ決めが入るんですけど、今日決めとしてはこれがね、凄まじくかっこいい。やってみましょう。 B メロの一番最後の四半世紀の結果できたからやってみようと思います。ワン、ツー、スリー、フォー。四半世紀の結果できた、スーパーサーが透かして余ってる。ここタッ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 、ここ E7 でタッ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 、これ決めなんですけど、この後聞いててタッ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 、かっこいい。かっ、これハーモニクスって言うんですか。まず最初 E7 でカッティングです。見て、左手が動いてるでしょ。これ左手で音止めてます。ほらね、はい。これ右でも、で止められるんだけど、左手の方がかっこいい。これもカッティングなんですね。これちょっと練習してもらってやってもらったんですけど、次のハーモニクス。かっこいいでしょ。これね、12フレット。ここ12フレットなんですけど、この上を一瞬指でこう触れるんです。押さえちゃダメですよ。触れてすぐ離す。ほら。12フレットのこの真上を押さえるんです。ここの真上。押さえるっていうか、触る、触れる。右手はもうスパーンって前弦になるんです。このね、スパーンってこのね、ハーモニクスを一瞬入れるのがかっこいいです。はい。これでサビになだれ込んでいきます。もう一回ちょっとさっきと四半世紀からいきましょう。ワン、ツー、スリー、フォー。四半世紀の結果で、青いカーンスーパースターが、懐かしてやなんて、ダン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 。I'm a loser、どうせだったらと入っていきます。この、ハーモニクス。気持ちがいいですよ、出ると。これね、ちょっと慣れないとね、押さえちゃうと、押さえちゃダメですよ。触れるんですよ。で、すぐ離す。ほら。わかる？これ、サビの前の、B メロの一番最後のところと、ブリッジパートの一番最後のところで、もう一回出てきて、またサビに戻ると。これがね、結構この曲で、注目ポイントです。はい、このハーモニクスやばいですよ。これかっこいい。これをぜひ決めてもらいたいなと思うんですけど、まあそんなわけでちょっと振り返ってみますとですね、今日はなかなかこれやっぱ難しいんですよ。リズムが、まずそもそも4つ弾きで歌うことですら難しいのに、このリズムがもうワンワン入ってくるわけです。とにかく A メロ前奏と A メロのあのカッティング、ダンツパンパカツパン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 ツパン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 ツ、これから始まってもね、次から次へともね、もうまあそんなようなこうガーッと押し寄せてくるんですけど、まずはパートごとにじっくり分けて、ゆっくり脳トレとしてちょっとねリズム練習して、後でこうくっつけていく、そんなイメージの練習も結構有用かなというふうに思います。はい。そしてやっぱこれはですね、この曲って本当不思議な曲で、もう歌詞の世界も理解できるような理解できないような、ちょっとアートな感覚だと思うんですね。その感覚的なもん、米津玄師さんのプロモーションビデオを見てもらうと、そのイメージがさらにわかると思うんですけど、ダンスがですね、もうすごいんですよ。米津さんのこの、ね、不思議感がやっぱこの曲のキーポイントかなと思って、いろんな、それぞれの方のこのイメージ力、頭に描きながらこれ演奏していく。これ大事だと思います。こっちの方にね、思わずやっぱり夢中になっちゃうけど、こういろんなカッティングだとかね、そういうのとやっぱりこの歌の世界観、合わさるのがかっこいいと思います。
や今日はこれ高難度ですけどね、やってみようと思います。これ楽しんでねやるのがキーポイントですからね、すぐにはできる曲じゃないんですよ。じっくり取り組んでいきましょう。それではやっていきましょう。米津玄師さんのルーザーガズレレ流かっこいいバージョンやってみる。ワン・ツー・スリー・フォー。でてててててててガズレレ流かっこいいバージョンやってみました。これはね、しかもテンポもめっちゃ速いんでね、勢いがもうすごい、もう息する暇もないぐらい言葉もバッと詰まってて、しかもカッティングとか16ビートキレッキレのキメが入った上にこのハーモニクスまで登場、山盛りです。たまにはこういうベンチマークできるこう曲を用意してですね、こう日々こうちょトレーニングというか、まあ楽しくね、リズム練習という感じで取り入れていただくのもすごく面白いんじゃないかなというふうに思います。はい、皆さん楽しく音楽していこう。はい、そしてお知らせなんですけど、ただいまガズのわがままウクレレとこのウスレレと、セミオーダーウクレレとガズの初めてウクレレ、初めてウクレレは即販売ですね。あとわがままウクレレとウスレレとセミオーダーは、予約注文ただいま再開中でございます。ちょっとご興味ある方、ここにちょっとリンク貼っときますので、ぜひぜひぜひここ見に行ってください。こちら、ガズレレプロデュースのこのリュックサックです。これウクレレケースなんですよ。ここにプリント入ってる、これね、コンサートサイズまで入るウクレレケースで、これね、リュックサックにもなるけど、ここにもハンドルついてる、横にも持てるんですよ。で、開けると、こういう風になってて、こういう楽器用のね、分厚いクッション材が入ってて、ポーチが2つついてます。こっちちっちゃいポーチはチューナーとか入れたりとか、こっちの大きいポーチはカメラの三脚とか、これね、譜面台も入ります。これを使って、こう、中でね、こう動くの防止、防止したりとか、いろいろといい機能が満載のこの大ヒットリュックサック、残り少なくなってますんで、これ概要欄でチェックしておいてください。あと引き続きまして、この本、リットミュージックのこのシリーズ、今3冊の本が、出てるんですけど、こちらの緑の方はこれ見て、赤いニューエディションっていうのがありまして、これ中身ちょっと変わったんですね、最近。はい、これがもう累計12万5000部の突破のもので、大ヒット商品になっているのに加えて、7月にはこちらの本、これの最新刊がまた出ますよ。この本のことも概要欄にありますんで、チェックしておいてください。その他にもガズレレではいっぱいね、グッズがあります。この使ってる、ストラップだとか、キャップ、T シャツ、夏になったらこの T シャツめちゃおすすめ。あとトートバッグとかいろいろあるんですが、この水引きもね、この水引きはガズの両親が一本一本手作りしてるやつなんで、これもおすすめです。この楽しいね、ガズレレグッズで、さらに楽しいウクレレライフ、お楽しみください。それでは本日はガズレレ YouTube 動画見てくださってありがとうございました。またお会いしましょう。さよなら。